はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から F 上の動画撮っていきたいなと思います。ということで新年明けましておめでとうございます。まあガチャ動画が上がってるからね、まあいろいろとなんかちょっと順番的にごちゃごちゃしてるかもしれないんですがご了承ください。ということで今回はお知らせで、まあ金河新年のやつ、俺最近それ新河新年って呼んじゃうんだよね。まあ金河新年のやつですね、について情報があるんで、まあ全部やっていこうかなと思います。ただめちゃくちゃ重いんでね、いろいろとやっていこうって思います。まず一つ目、関係ないんですが1月のログインキャンペーンのやつが8年総称胸骨世界樹の種に変わりますよっていうのがあるんで、まあほとんどの人が世界樹の種はね、あの前回のイベントで集められたんで、まあ胸骨か8年総称を交換するんじゃないかなと思うんで、まあここのところ交換のやつ変わってるんで注意が必要って感じですね。で次、どこから行けばいいかな、福袋の方がいいかな。まああれですね、期間限定お正月目玉企画、福袋召喚2018というのが開催されてますよと。でまあ優勝席限定なんですが、3騎士の方プラス、ルーラーアベンジャーの方と、4騎士プラスアルタエゴフォーリナー、この2種類のうちどれか1つだけ選ぶことができる、まあ優勝席のみのガチャですね。まあ星5確定なんで、まあ予算とか、まあ、お金に余裕がある人は引いてもいいんじゃないかなと思います。ただ、これに関しては最低でも3500円は必要となるんで注意が必要です。でまあ自分はもう、ガチャ動画とかして上げてるんで、まあ、そちらの方を見てもらえればいいかなと思います。ということで URL を概要欄に貼っておこう宣伝感がやばいけど、まあいいね、宣伝はねするときにすればいいと思いますって思うんで、でこっちかな、2018年お正月キャンペーンについてまあ喋っていこうかなと思います。まあ新年明けおめですということで、1月1日から1月4日ログインだねに関して、全てのマスターが対象で、新規の方は、まあ、冬木の第3節までクリアし進めて いただく必要がありますってあるんで、まあ進めてくださいっていう感じかな。で、まず1月1日から1月2日の、まあ、3時59分までにログインすると A 小石、18個と予備符が1枚もらえますよ。で次の日、ログインすると黄金の果実18個と予備符1枚で、次の日が、星3フォークンが、9枚ずつ、攻撃と体力の方9枚ずつ予備符1枚ということで、まあログインするだけで聖小石18個、黄金の果実18個、攻撃と体力のフォーク9枚ずつの予備符3枚が、入手できるんで、まあログインした方がいいんじゃないかなと思います。てか実際ねログインした方がお得なんで、まあ、この3日間はログインした方がおすすめです。で、10万リツイート達成で星4連想と2018万キューピーをプレゼントってやつがあるんですが、まあ一応これもう達成されてたはずなんで、まあ気にしないでいいかな。まあ2018万キューピーがゲットできるよっていうのと、まあ連想に関してはまあ記念連想として持っとけばいいんじゃないかなと思います。まあ体力2018上がるから相当体力の底上げには強いと思うけどね。で、ダヴィンチシャン工房に新アイテムと期間限定アイテムを追加って書いてるんですが、まあレアプリなんで基本ここは気にしないでいいかなと思います。一応まあ伝承結晶星4フォークン、フレンドポイント、で概念レソの経験値上げのやつかがゲットできるんですが、これはぶっちゃけ交換する必要はほとんどありません。うん、まあ伝承結晶だってね、星4サーバントが数体売らないといけないっていうのがあるんで、まあほとんどの人はこれ関係ないと思うんで今回飛ばさせてもらいます。で、新規追加アイテムでまあ追加されるらしいんですが、あこれだね、去年の霊装だね。まあここもスルーでいいでしょう。こっち側の方が目玉だね。マナプリズム交換に、追加されますよと。でこっちに関しては予備符が10枚と、種火金の種火が、10×10 だから100枚かで、星3フォークン HP とアタックが、30個ずつで、概念霊装経験値のやつだね、それが、10個で、福袋のやつがここに書いてるね、1000万 QP フレンドポイント、概念霊装が交換できますよと。
まあこれに関してはまあやっといた方がお得なんで、まあ18個ぐらい、まあ上級チャチャってもあればゲットできるんで、交換しといた方がいいんじゃないかなと思います。まあただほとんどの人が予備4を先に交換すると思うんで、まあ予備4を先に交換した方がおすすめです。で、いつも通り種火のやつが2分の1キャンペーンしてますね。全部の、種火のやつが半減してるんで、まあガチャガチャ福袋で確定星を当てた人で、まあ持ってないサーバントだった場合、そいつを育成するために、周回した方がいいんじゃないかなと思います。ただ、1月1日の、まあ、7時、まあ、今ちょっと7時ぐらいなんだけど、やっぱりね、重い。ちょっと重いんで、まあ、全力で回るのは、明日とかにした方がいいのかもしれないね。やっぱね、入るまでのね、ログインがね、ストレスになっちゃうんで、まあ、そこだけ注意が必要かなと思います。で、それと同時に、サーバント強化と概念霊装の強化が、大成功、極大成功来てますよっていうのがあるんで、まあ今のうちにちゃちゃっと、経験値というかあれないサーバントと概念霊装を作る方は作っといた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあここのやつ、ここら辺のやつは全部1月10日の12時59分までというのが期間になってるんで注意が必要。1月10日いっぱいではなく12時59分までです。そこが注意必要かな。で、ここはまあほとんど関係ないね。スタートダッシュキャンペーンがお正月限定報酬に追加っていうので、まああれ始めた方だね、今始めた方に関しては、入手できる報酬が2倍となるキャンペーンを追加します。で、最大栄翔聖書石栄翔聖書もういいや、まあ石が56回分とかいろいろゲットできますよっていうのがあるんですが、ここに関してはちょっとスルーさせてもらいます。理由あんま関係ない。うん、既存の人には全然関係ないっていうね。今から始める方、もしこの動画を見て始めようと思ってる方、お得なんで今始めた方がいいよっていう感じです。うん、ただそれだけなんでね。けどこれ見る感じすごいよね。石がさ7個がさ14個とかさ10が20個で、ここだよね、20個が40個になってるっていうの相当すごいよね。ほんと美味しい。もし始めるか迷ってる方は今始めてみたらいかがでしょうかっていうのと、まあそれは置いといて、こっち側ですね、こっち側が割とメインじゃないの、メインになるんじゃないかなと思います。1週間限定、1月7日の23時59分までなんですが、全部予備符プラスモニュメントが1個ずつ、ピーストモニュメントが1個ずつゲットできるっていう感じだね。まあこれは基本予備符目当てでやると思うんで、ちゃちゃーってクリアしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。こう考えると予備符は結構クエストとかクリアするとまあまあ割ともらえるって感じかな、予備符は。で、ここだね、カムバックログインボーナス、はい、関係ない。既存ユーザーは関係ない。全然ログインしてなかった方が始めると石が30個もらえるよっていう、うん、たったそれだけです。で、これで終わりだね。で、今後ともフェイトグランドオーダーをよろしくお願いいたします。ということで次こっち、日替わりピックアップ、いやー自分的にここであーって感じだよね。葛飾北斎ピックアップ来てるんですが、あ、葛飾さん全然全然知らんかったみたいな感じ、急に来てちょっとびっくりしたって感じだね。で、これに関しても1月1日の0時から1月10日12時59分までということなんで、まあ期間としては注意が必要かな。で、ここ注意する点なんですが、1月10日12時59分までということなんで、1月10日また新しいピックアップ来る可能性あります。それがもしかしたら村正かもしれないし、アポクリファのコラボかもしれないし、まあそれに関してはちょっとわからないんで、あのこの上っ側のキャラクターだねが、まあ欲しいというかあんまり目当てのキャラがいないなっていう方はスルーしてもいいんじゃないかなと思います。で、下行って日付だね、1月1日と2日に関しては葛飾北斎の単体ピックアップというか、葛飾北斎でこれ合ってるよね、まあ北斎さんのピックアップ。1月3日がギルガメッシュ、1月4日がスカサハ、1月5日が、新宿のアーチャー、1月6日がメルトリリスで、1月7日に、上っ側の出てきたキャラクターの闇鍋で、1月8日に玉物前プラス2016年の期間限定の概念霊装なので、この1月8日に関して、あ、まあ1月8日と1月9日に関しては2018年のピックアップ霊装は出ないんで注意が必要です。
そうだね、ここに書いてるね、ピックアップ概念例層が変更になりますのでご注意くださいと。で、1月8日は2016年とキャスターのたまも。で、1月9日、宮本武蔵と2017年のピックアップの概念例層。で、最後、葛飾北斎に戻るって感じだね。で、CCC コラボの例層。これはメルトリリスの時だね。で、2016年のやつ。で、2017年のやつ。って感じだね。で、北斎さんの体験クエがありますよというのがあるんで、まあこれに関してはちゃちゃっとクリアしちゃえばいいかなと思います。白銀の果実2個と黄金の果実予備符1枚もらえるんで、まあ報酬としては割と美味しいんじゃないかなと思います。で、まあ方言数見たい方はまあ再生してくださいっていうのと、ああここもスルーだね。で、連想なんですが、このニュービギニング、これ割と強いというか、なんか結構強いなと思ったのが、アーツ性能アップしてくれるのと、クリティカル威力 10%、NP40% チャージしてるっていうので、まあランスロットとかホームズとかそこら辺のと合うんで、まあ一応当てた方は、まあ、レベル20か、まあ、そこら辺までした方がいいんじゃないかなと思います。で、この星音霊装スター集中度アップに NP 獲得量 10% アップも割とね、スター集中度上げてくれるんでクリティカルしやすいっていうので、クリティカルだけで NP 効率って考えると、まあ、アーツ系のやつに組ませたりとか、もしくはあれだね、エレシキガルとかアーツ性の高いキャラクターにつけると一気にフォーグのやつが、てか NP がバンって溜まったりするんで、結構これもいいんじゃないかなと思います。で、ここに関しては、QP2018 増やすってだけなんですが、これ宝物庫周回するときに割と便利なんで、もし当てた方はね、もう普通に置いといた方がいいかなと思います。で、葛飾北斎はフォーリナーというクラスですね。俺的にこのタコが気になるよね。一瞬あれ北斎さんがフォーリナーじゃな、フォーリナーのクラスはてなってなって、あ、そっか、タコがいるからフォーリナーなんだって感じになったね。で、この、フォーリナーというか北斎さんに関しては人の力を持つ敵特攻入ってるんで、まあ割と特攻の範囲は広いって感じかな。まあそれ以外はこんな感じでピックアップの紹介がされてるね。以上ということで、こんな感じかな。2018年新年っていう感じは。まただね、福袋のなんか事件があったらしく、まあ自分はそれには連打とかしてなかったんで大丈夫なんですが、まあそれのせいでメンテがすごい重なって、なんかあ、やっぱ FGO っていつも通りメンテしてるなーって思って、まああんまり気にせずにって感じかな。なんかいつも通り、逆にいつも通りだなと思ってしまった自分がいるから、まあメンテしないようにサーバー強化してほしいなというザレ事をね言っておきます。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。